あのソニックウィングスが任天堂64でさらにパワーアップ。今までにない本格派 3D シューティングゲーム。振動パック対応で新登場。奥深いゲーム性とドラマ性、プレイごとに違う展開が楽しめる。パラダイムエンターテインメント社との提携により64の機能をフルに生かすことに成功。やるかやられるか、白熱の対戦モード。駆け引きが要求されるライバルとのドッグファイ。行動を変え、方向を変え、敵機を撃墜。この興奮はもう止められない。インジャピン、ソニックウィングスアサルト、これを見逃すな。作戦時間は900秒の予定。世界平和を守るために設立されたプロジェクトブルー、謎の巨大軍事組織バタモルガナの侵略を迎え撃つべく、今新たな戦闘を開始した。悲痛な出動命令を受けて次々に飛び立つ空の戦士たち。ある者は平和のために、ある者は実力を試すために、そしてある者は復讐のために。腕が鳴るぜ。音速の騎士たちの戦いがついに火蓋を切った。出撃するのは操縦しやすい F-14 トムキャット、動きが機敏な FSX、 高速飛行性能を持つ SU-35 スーパーフランカー、耐久性抜群の A10 サンダーボルト2、そして謎の戦闘機。人工知能ハイブリッド AI を搭載した敵との4対4ドッグファイ。そびえ立つビルをぶっ壊せ。数ある武器は伊達じゃない。敵機にロックオンされたらディフェンスウェポンでガッチリガー。敵ボスにミサイルを食らわせろ。着弾を確認。画面のゲージも見逃すな。着弾量は OK か。レーダーを見よう。背後から敵弾が迫っている。よし、回避成功。これでもいいかな。4連発のミサイル攻撃だ。そしてとどめはスペシャルウェポン。オーシャンステージでは広々とした太平洋でのバトル展開。敵のボスにステルス戦艦リバイアさんが出現。視点を変えての素早い攻撃。サンディスティックを自在に操り360度自由に飛べ。飛びやがれ。チャンスを見つけて一斉攻撃。各ステージでパーフェクトボーナスを狙え。作戦の指示を聞け。地球規模でのミッションが展開される。目的を確認し激しいバトルに勝ち進め。 A10 グリンダ大破援護に向かい広がるスカイステージ。ニューヨーク上空での航空要塞スプリガンとの戦いだ。敵機の果敢な攻撃をかわし敵ボスを打ちのめせ。この分割画面は2人で対戦するデスマッチモードだ。心ゆくまで楽しんでくれたまえ。迫力の画面はデモムービーではない。映画さながらの臨場感を味わえるコンバットビュー。使いこなせれば楽しさがさらにアップ。64の機能をフルに活かした操作性、見て驚くな。上昇加工旋回はお手の物。プレイヤーの意思がダイレクトに機体に伝わる。初心者向けのノービスモードに加えて実在の戦闘機さながらの操作感覚を味わえるノーマルモード。これを一度体験するともう病みつきになる。
自信のない君はこのトレーニングモードで練習だ。上級者もこれでテクニックを磨き、実戦に役立てろ。特殊機能を使いこなせ。これはその一つ、カルビッチ。サンディスティックによる操作と計算されたコマンド入力で、こんなトリッキーな動きも可能だ。君だけの裏技を生み出してくれ。インザビーム。インザビーム。どうだ、初心者からシューティングファン、航空機マニアに驚きと悲鳴を上げさせるソニックウィングスアサルト。ゲームの達人を誇るプレイヤー諸君、このソフトの前では君はただの初心者だ。ソニックウィングスアサルト、かつて知ることのない感動と興奮を体験してほしい。